皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の歴史3分チェックプラスアルファ、今回は宗教の始まりについてお話しします。この3分チェックプラスアルファという動画、まず最初の3分で大切な言葉を覚え、次に穴埋め問題で覚えているかどうかをチェック、最後プラスアルファで簡単な問題を解く、こういう作りになっています。では始めます。人類は古代から自分の力の及ばないものに対して畏敬の念を抱いて、儀式とか習慣が生まれていました。畏敬の念というのはそれを恐れる気持ちですね。それからプラス敬う気持ち、それが合わさったものです。そういう気持ちを持ってたんですね、自分の力が及ばないものに対して。そしてそういう中で神への信仰が生まれて宗教が出来上がっていきます。現在世界の三大宗教と呼ばれているのは仏教、キリスト教、イスラム教、この3つです。ただしヒンドゥー教というのは信者数でいうと仏教の信者数より多いんです。しかしこの信仰されている地域が限られた地域なので、世界の三大宗教の中にヒンドゥー教は含まれていません。ではこの3つの宗教、古い順にお話しすると、まず紀元前5、6世紀頃、インドで釈迦が仏教、これを開きました。そしてその後仏教は中国、朝鮮、日本へと伝わっていきます。次は紀元前後、イエスがキリスト教、これを起こして、その教えはこの新約聖書にまとめられています。次は7世紀の初め頃、メッカでムハンマドがイスラム教を起こしました。ムハンマドが神から預かった言葉、神から伝えられた言葉ですね、これは聖典のコーランにまとめられています。今回覚えるのは世界の三大宗教が仏教、キリスト教、イスラム教だということ。そして仏教を開いたのは釈迦で、キリスト教を開いたのがイエスと、でイスラム教を開いたのがムハンマドと、この部分をしっかり覚えましょう。ではもう一度確認すると、世界の三大宗教は仏教、キリスト教、イスラム教の3つで、古い順に紀元前5、6世紀頃、インドで釈迦が仏教を開いた。その仏教はその後中国、朝鮮、日本へと伝わっていきます。紀元前後、イエスがキリスト教を開きました。でその教えですね、キリストの教えは新約聖書にまとめられています。7世紀の初め、メッカでムハンマドがイスラム教を起こしました。ムハンマドが神から授かった言葉、ね、神から聞いた言葉、これは聖典のコーランにまとめられています。では次はこれしっかり覚えたのかどうか穴埋めでチェックしていきます。先ほどの言葉覚えているかどうか穴埋めでチェックしていきます。防災の上に番号が書いてあります。同じ番号には同じ言葉が入ります。先ほど学習した言葉ですね。私が文章を読んでいくので、皆さんはこの番号のところでその言葉を私と一緒に言ってみましょう。では始めます。世界の三大宗教は仏教、キリスト教、イスラム教。ヒンドゥー教は信者の数が仏教より多いんですけれど、信仰の地域が限られているので世界の三大宗教には含まれません。では古い順に、紀元前5、6世紀頃、インドで釈迦が仏教を開きました。その後仏教は中国、朝鮮、日本へ伝わっていきます。紀元前後、イエスがキリスト教を起こし、その教えは新約聖書にまとめられています。7世紀の初め、メッカでムハンマドがイスラム教、これを起こしました。
ムハンマドが神から預かった言葉は聖典のコーランにまとめられました。もう一度やってみましょう。世界の三大宗教は仏教、キリスト教、イスラム教。ヒンドゥー教の信者の数は仏教より多いんですけれど、信仰の地域が限られているので世界の三大宗教には含まれていません。古い順に紀元前5、6世紀頃インドで釈迦が仏教を開きました。その後仏教は中国、朝鮮、日本へ伝わっていきます。紀元前後、イエスがキリスト教を起こし、その教えは新約聖書にまとめられています。7世紀の初め、メッカでムハンマドがイスラム教を起こしました。ムハンマドが神から預かった言葉は聖典のコーランにまとめられています。ではプラスアルファで簡単な問題を解いてみましょう。ではプラスアルファで5つの質問に答えていきます。まず私が問題文を読んで答えを言います。その答えを言う前に私がはいというので、答えの分かっている人はそのはいの後で私と一緒に答えを言ってみてください。では始めます。次の質問に答えましょう。1番、紀元前5、6世紀頃釈迦が開いた宗教は何ですか？はい、仏教。2番、紀元前後イエスが起こした宗教は何ですか？はい、キリスト教。3番、イエスの教えをまとめてある書物は何ですか？はい、新約聖書。4番、7世紀初めメッカでイスラム教を起こした人物は誰ですか？はい、ムハンマド。5番、イスラム教の聖典を何と言いますか？はい、コーラン。もう一回やってみましょう。1番、紀元前5、6世紀頃釈迦が開いた宗教は何ですか？はい、仏教。2番、紀元前後イエスが起こした宗教は何ですか？はい、キリスト教。3番、イエスの教えをまとめてある書物は何ですか？はい、新約聖書。4番、7世紀初めメッカでイスラム教を起こした人物は誰ですか？はい、ムハンマド。5番、イスラム教の聖典は何ですか？はい、コーラン。皆さん、しっかり答えられましたか？今回は宗教の始まりについてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。